浜中の浜坂田市浜中海水浴場に来ました。すでにこういったアジャヤもあり発電機も入っております。あとそうですね、10キロ先ぐらいに湯の浜があります。南区だと湯の浜温泉がずっと先の方に見えます。ちょっと今日は風が強いんですけど、天気はまあまあ朝ちょっと雨が降りましたけども、ここから少し潜ってみたいと思います。砂浜で、そうですね、まあ、アサリが有名なところですので、ちょっと今日も泣いてるのでゆっくり泳いでみたいと思います。いい感じですね。胸こもいて、また行ったら感想を言います。シャワー室もトイレも完備して自由に使えるので、ここは浜中は素晴らしい海水浴場です。これはいいですね。もう洗った後全部機材も洗っちゃって、こんな風に今干しちゃってます。水泳パンツもいいな。完璧ですね。ここは本当によく管理された海水浴場でした。もういいな、ここは。もう掃除のおばさんも汗かいてるし、
おかげで買ったばっかりのポンプ式のシャワーも使うことなく今日は終わりました。デビューデイキス、なかなかいい役でした。水中での画像が撮れてれば面白いんでしょうけども、また面白いのがあればアップしますんでよろしくお願いします。